こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、値下げ交渉しましたら、うざいと思われて、交渉ブロックされました。初心者または転売ヤーの方へ、値下げ交渉してブロックされる方法を説明しますよ、というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。この動画ですね、商品を購入する際に、値下げ交渉しましたら、ブロックね、されて、商品を購入されなかったと連絡がありました。ぜひね、この場合、どういった風に対応していいか、説明させていただきます。はい。まずですね、この場合、商品を購入するときに、無理やり、安いね、商品の値段で、値下げ交渉しますと、100%ね、ブロックされるかと思います。それは、私もそうなんですけど、カメラとかね、他の商品、スニーカーとかもそうなんですけど、こちらのね、プレミア商品とかね、人気ある商品っていうのは、値下げして売りたくないんですね。それがですね、出品者の真意なんですよ。なので、極端にね、安い値段で購入したいっていう連絡があると、やっぱりね、人間なので、嫌になってしまうんですよ。はい。なので出品する立場になってね、初めてわかるかと思います。なので、今後ね、良い商品、プレミアとか、なかなかね、手に入らない商品っていうのが出てくると思うんですけど、この場合はですね、ぜひね、もう極端な値下げ交渉するのではなくて、もう静かに商品をね、購入するとかね、多少なんですけど、優しく出品者の方に、これぐらいならどうですかっていう交渉していただければ、このブロックっていう方、まずね、されないかと思いますので、ぜひね、そういった風にね、交渉していただければいいかと思います。ぜひね、試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。リンクのスタンプお願いします。あと、YouTube は質問者は受け付けてません。LINE と登録によろしくお願いします。本日は、さあ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。